二次作戦1942年に行われたバレンツ海海戦のドイツ側の作戦名。2004年に行われたイスラエルによるガザ地区総統作戦の作戦名。1974年に日本の武闘派左翼、テロリストグループである東アジア反日武装戦線が立案した昭和天皇に対する暗殺計画。本校にて記す。 二次作戦の事件現場1970年春、法政大学の学生で、中核派出身の大道寺正志らが結成した、L クラス闘争委員会は、戦衛化の一途図をたどり、極端な反日思想の元実力行使も辞さないまでに、過激化していった。1972年冬、東アジア反日武装戦生を名乗る大道寺らは、本格的な武装闘争の準備を開始、 そのターゲットの中には第二次世界大戦によって幾千万人ものアジア人民を圧殺したこの大凡罪人を処刑することは反日思想の当然の帰結であるとして昭和天皇が上がっていた。1973年頃から暗殺計画が浮上していたが具体化し始めるのは翌1974年からである。犯人グループは 天皇の行動を調べ、全国各地で多様な公務をこなしながらも毎年8月14日だけは、那須御用邸から皇居にお召し列車で帰還し、翌8月15日の全国戦没者追悼式に備えるという行動パターンをつかんだ。彼らはこのお召し列車を天皇諸とも爆破することを決意、爆弾の設置場所は埼玉県と東京都の都県境にかかる東北本線。 赤羽川口間の荒川橋梁とした。彼らは昭和49年8月14日をもって昭和時代を終わらせる作戦に公用したという。ちょうどその頃からセジットという爆薬の開発が進められ、1974年8月14日の結構日に合わせるために急ピッチで爆弾が製造された。当初は無線による遠隔操作でおめし列車通過のタイミングに合わせて、 鉄橋の線路を爆破するつもりだったが、技術的問題により挫折し、優先方式での爆破を企てた。1974年8月14日の作戦実施に向け、行動が開始された。迷彩を機として黒装束に身を包み、殺傷能力を持たせた改造モデルガンとナイフで武装した彼らは、 全然日の深夜より三夜にわたる予定で爆弾を爆発させるための電線の敷設を行い始めた。しかし、二日目の作業中、私服警察官とも不労者や変質者とも考えられる、正体不明の第三者が橋脚付近に姿を現し、周囲を徘徊し始めた。これを自分たちに対する監視、包囲の動きかもしれないと警戒した犯人グループは、 計画を察知されることを恐れ、不設を断念。計画は未遂に終わった。近い将来に、二次作戦を再び行うため、電線はすべて回収し、証拠を隠滅した。犯人グループの計画では、おし列車が走る全区間で、警察や国鉄関係者による最終調査、点検と警備が実施されることが考慮されておらず、仮に電線の不設が完了していても、 事前に察知される可能性があったことは否定できない。事実、二次作戦当日の荒川鉄橋でも、通過時間の前後には、警察官らが、不審物の検索を行い、おし列車の警備に当たった。また、爆弾を仕掛けようとしたのは、現在の宇都宮線区間の東北本線上り線の橋梁だったが、実際におし列車が通過したのは、現在湘南新宿ライン。 南行などが運行される隣接する東北貨物船、上り船であった。この二次作戦のために製造されていた爆薬、セジットは、後に、三菱重工爆破事件に使用されている。この事件は大量の死傷者を出す、太平洋戦争後最悪の爆弾テロとなったが、予想を上回る、第3次になったのは、本県で、列車、橋梁爆破に使うはずだった強力な爆弾を、 転用して市街地の歩道に設置したためである。翌年の1975年5月19日にメンバーが一斉逮捕されたため二次作戦が再度実行に移されることはなかった。この作戦が決定した際、彼らが連想したのは橋の爆破で列車諸も側に転落するという結末を迎える映画戦場に駆ける橋である。その時、 大道寺正氏が虹の彼方にお口ずさんだことで、両者が結合し、戦場にかける橋、虹の彼方にイコール、虹をかける橋、虹をかける作戦、虹作戦という作戦名が決定した。ありがとうございます。